はい、お疲れ様です、今日はですね、花北見の移転作業中なんですが、ちょっと作業とは別な番外編の動画を撮ってみたいと思います。まあ、正直ね、誰のためかっていうと誰のためでもなく、自己満足と言いますか、単なる僕のやってみたいっていう企画が思いついたんでやってるだけです。何をするかというと、この作業をする時の、僕の今着てる服とか持ってるツールのファッションチェックだったりツールチェックみたいなことですね。そんなにね、めちゃめちゃ機能性があるとかめちゃめちゃおしゃれとかそういうことじゃないんですけど、なんでこういう格好してるかっていうのをね、一応根拠も含めて解説していきます。ではまず分かりやすいところで言うと、この上ですね、チャムスのフルスナップハリケーントップってやつで、これこう開けれるやつですね。でしかもこれヒッコリーの柄なんですよ。これ10年前ぐらいに買ったんですよね。でまだ着れるっていうのはかなりやっぱり耐久性あっていいなと思うんですけど、このヒッコリーの柄ってもともと作業服とかで使われる柄なんですけど、例えば自動車の作業する人とかが油とかついてもこの柄によって目立たないらしいんですよね。なので割となんか作業するとき着て多少汚れてもまあいいかなっていうのも含めて着てます。であとは脱ぎやすいっていう、着脱しやすいっていうのはポイントですね。結構作業してると暑かったり寒かったりしてくるん で動きいっぱいすると暑くなってきたりするんで、着脱できるっていうのもちょっとポイントかなって思っております。まあ中は普通に T シャツで、懐かしの、青春のハイスタンダードの一昨年だったか2018年だったかなの時に、たまたまこれだったからです息子とライブに行った時の、買ったやつですね。はい次はじゃあ、まあ、パンツ、まあ、ズボンですね。これはあれです、普通にユニクロだったか GU だったかのジョガーパンツ でなんでこれ履いてきたかというと、別に汚れてもいいかなと思って、特に下はもうこういう作業するときって結構汚れるんですよ。あと膝ついたりするんで、まあ、膝もねあんまりこう、まあ、多少汚れてもいいかなっていうのと、あとジョガーパンツなんで動きやすいかなっていうところでこれ選んでます。これちなみに息子のお下がりでもらったやつですね。はい次サンダルなんですけど、今2月で北海道の真冬なんで、これ外で履くわけはないんですよ。ただ今作業中これ履いてます。普段というか今僕外歩くときこれ履いてますですが、これをずっと作業の時に何時間も履いてると足が蒸れる、で、帰ってホテルで脱いだら足臭いみたいなことに、なった経験がありますんで、まあ、キーンなんですけどサンダル履いてます。でさらに、脱ぐと中はラソックスです。でラソックスは本当に履き心地がめちゃめちゃ良くて、僕個人的にもルームソックスでも家で履いちゃうぐらいやっぱ履き心地いいんで、これ本当におすすめでございます。そして、ここに巻いてるのはエプロン的なものなんですけど、なんかマナスタッシュのやつなんですけど、何年前かな、8年くらい前だったかな、僕福袋って買ったことなかったんですけど、修学僧さんでなんかその日年始って基本小売業であんまり休み取れないんですけど、たまたま休みだったんで、行ったら売っててちょっと買ってみようかなと思って入ってたやつがなんかたまに使ってるって感じですね。でこれ結構いいなって思うポイントは、こういう作業の時ってこのチャックとかついてないで物の出し入れができるっていうところがいいかなって思ってて、何入ってるかっていうとこのハサミですね。これ、まあ、これはね僕がビレッジヴァンガード時代から愛用してるオルファってカッターのメーカーのハサミなんですけど、これいいのは結束バンドバツバツ切れます。それからすっごい細い針金ぐらいだったらもう切れちゃうぐらい、強度が強いのでこれ愛用してますね。あとは、まあ、この今回は、まあ、図面が、作ってくれてるやつは、まあ、入ってるかなということで、そうですね便利かなと。でこういう作業するときって電動のドリルとかでやって、それでこのビスとかが抜いたりしたときに、あこれどうしようかなってところにこのスポッて入れとけるのがいいんですよ。普通にポケットに入れちゃったりすると結構ポケット穴開いちゃったりだとか、こうやったときにちょっと刺さったりするから危ないかなっていうんで、まあ、こういうのあるとちょっと便利かなと思って、使っております。次はこのプロの作業服とかそういったものを置いてあるお店さんの、プロノさんの、手袋ですね。ハンド
タウルスフィットっていうやつなんですけど、これはすごく使いやすくて結構薄手っていうかなんですよね。なのでこれ本当に愛用してます。でね、これね、全国じゃないか、プロのさん、野球やってる方、バッティンググローブ、私これ練習用めちゃめちゃいいですので使うといいですよ。実際少年野球でも使ってる人結構多くて、試合では使えないんですけど、これ700円ぐらいですよ。で普通のバッティンググローブだと3000いくらとかしちゃうんで、ね、練習用だとボロボロになってもいいので、これおすすめです。で最後ですね、最後は別になんてことないんですけどマスクです。でマスクはこれ感染症予防っていう意味合いはもちろんあるんですけど、僕こういう作業するとき必ずマスクするようにしてて、なぜかというと結構ですね、いろいろホコリが舞ったりするんですよ。でちょっと僕ホコリ吸っちゃうと咳込んじゃう人なんで、もう普段からこういう作業するときはマスクするようにしてますっていうように、ですね、ちょっとまた全身を取っていただいて、基本的には汚れてもいいし、そうですね、機能的で動きやすいっていうのがいいかなって思ってるんですよね。じゃあ誰が参考になるかだとか、誰に真似してほしいってことも特になく、自己満というか自分の持ってるものを紹介してみたような動画になっちゃったんですけど、少しでも一部でも参考になればなと思って、撮ってみました。はい、以上でございます。よろしくお願いします。